はいどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はキャンペーンの効率的な進め方やっていきたいと思います。2回クリアしましたね。なのである程度は分かってきました。では進めていきましょう。それでは進めていきましょう。まずはチュートリアルみたいな感じで、村とかに行かなきゃいけませんよね。まずそこから進めていきます。これはね絶対行かなきゃいけないのでサクッと終わらせましょう。最初のねこのピグリン軍団なんかはもう全然余裕です。出せるんだ。出せるには出せるけども、別に仲間は出さなくてもいけると思います。はい、おしまい。それでは次の村へ進みましょう。はい、次の村も発見。ここも別にモンスター呼ばなくても大丈夫だと思います。それでは次は防衛戦になりますね。なので村を、塀で囲んで準備をしましょう。では防衛戦行きましょうか。まあ、最初の防衛戦なんでね、別に問題はありません。サクッと終わらせちゃいましょう。2分半守ればいいのかな。ああ、いたいたいた。これでおしまいです。そして次は前哨基地ですね。前哨基地。3つありますね。これを全部破壊していきましょう。1箇所目終了。あと2箇所ですね。2箇所目、3箇所目、すべておしまいです。そして前哨基地を3箇所破壊しましたらば、運命の泉へファストトラベルしてきてくださいと、言われます。この時にファストトラベルしません。まだせずに、まだ行ってない村、そしてゴーレムを探しに行ってください。この間は敵が出ませんのでかなりお得です。この間に、村、そしてゴーレムを探しちゃいましょう。あとプラスでできれば、カブトムシを集めるといいかもしれません。カブトムシとトラと鳥だね。俺はカブトムシが一番好きなんだけども、まあ、とにかく地図の真っ黒い部分をすべて、まあ、すべてじゃなくていいけども、ある程度開けるようにしてください。お、今回は運がいいね。ゴーレムをすぐ発見することができました。今、ゴーレムが2箇所発見できてますね。あと1つゴーレム。そして、村を2つですね。まあ、行ってる間に、いくつか発見できればいいかな。とりあえず、ゴーレムを探しつつ、この村を開けていきます。鳥発見、いいね。でも鳥だったら馬の方がいいかな。村発見。村をね先に、見つけておくとファストトラベルができてものすごく楽になりますね。もう一箇所の村発見で、これでファストトラベルできる場所は全部、見つけましたね。あとはゴーレムがあと一体なんだよね。石でしょ？石、岩と石。あと木のゴーレムがいるんだよね。木のゴーレムがどっかと、あと、虎とカブトムシだな。多分どっかにいると思うんだけども、それもちょっと探しましょう。お、虎発見しました。いいね。お、見つけた！3体目のゴーレム発見ですね。で、捜索してると箱見つけると思うんですよね。箱は全部取ってください。チェストの中には、あ、これは違ったんだけども、アレイが、さらに使えるようになるアイテムが入ってることがあります。アレイの数が増えるとだいぶ楽だもんね。スケルトンの屋敷発見。ああ、スケルトンとクリーパーとゾンビ、あそこまで、探しておくとさらに便利になるとは思いますね。まあ、たまたま発見しました。ゾンビの村発見だけども、
カブトムシがまだ見つからない。どこにいるんだ。ああいた、やっといた。カブトムシやっと発見です。結局のところほとんどもう行きましたね。あとここの真ん中だけだ。うん、多分この真ん中に、クリーパーの集落があるかな。あ、ここのハテナも怪しいな。うん、まあ、ついでだからここも全部開けちゃいましょうか。はい、それでは地図すべて広げ終わりました。まあ1時間ちょっとあれば、全部行けるみたいですね。で、そしたらば、ようやく運命の泉、ここへ行きます。泉に戻りましたらば、イベントが起きまして、これ、鉄の強化施設ですねを建てなければいけません。建てていきましょう。これ適当に建てるんじゃなくって、ちゃんとね並べて建てた方がいいですね。うん、中途半端なところに建てると、あまり数建てれなくなりますので、うん、中途半端なところじゃなくてちゃんとこれはね並べて建てた方がいいと思います。鉄が検出されるようになりました。で、この後は流れに沿って進めてください。ピグリンの拠点を破壊しに行きます。それでは話が少し進みまして、ナイトビーコンを壊すまで行きました。ナイトビーコンを壊しましたらば、これを作ることができます。これ最初のものを起こすですね。これを、作ってください。で、そしてこの後から、最初のもの、あのでかいゴーレムですね、あいつらを起こしに行って大丈夫です。ただ起こすには、金が必要です。金が必要になりますので、全焼基地を壊して、金を入手します。大きなところは壊しちゃダメです。この大きな基地はね、は壊しちゃダメ。周りの、全焼基地は壊して OK です。大きいところを壊しちゃうと、強い敵が、村を襲うようになるんですよね。なのでまだ、早いです。最初は全焼基地を壊して、このね大きなゴーレムを4体か、全部で4体いますので、それを起こしてあげてください。では行きましょう。ちなみにこの全焼基地ですけども、地図を拡大してあげると分かります。大きなままだと分からないんですけども、拡大してあげると、この全焼基地が分かるようになりますので、拡大してチェックしてみてください。それではピグリンの全焼基地を3箇所壊しました。金が116個だね。100個で、ゴーレムを1体起こすことができますので、1体起こしに行きましょう。起こす順番は別に誰でもいいと思います。まあ、とにかく、まずはゴーレムを起こすようにしてみてください。そうすると戦闘が本当に楽になります。はい、ということで今日は効率的な進め方をやってみました。手順としましては、まずチュートリアルを終わらせる。で、その後に地図を全部広げて、村、そしてゴーレムやカブトムシ、トラなんかを、集めてください。で、その後に金を入手することができるようになったらば、ゴーレムを起こして、で、それから基地を攻めるようにしてみてください。もうゴーレムがね4体いる状態で基地を攻めるとめちゃくちゃ簡単になります。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。